はい、今日は衛兵装備と衛兵装備ではね、首都行伝です。この前と同じところですけどね、後半の衛兵装の衛兵装です。首都行伝ですね。首都行伝の19章衛兵装でというところからね、一節から、首都行伝19章一節からね読みましょう。メガネはありますよ。ありますけども、メガネなんかなしに読んでいましたけど、読めますけどね、ちょっと見えにくいだけですから大丈夫ですよ。メガネ気をつけましょうね。何ページですか？251ページです。251です。251ページですね。上の段エフェソでというね、アポロがコリントにいた時のことである。パウロは内陸の地方を通ってエフェソに下ってきて、はい、18章の24節から、いやだからいいって、いいって今言ったよ。いいの？もう後半を置いてきて、うん、ちゃんと聞いとってください。19章の1節から、うん、この前は18章の24から読んだけどね、それから19章7節まで読んだけども、今日は今回はね、後半だけでいいということでね、最初言いましたでしょ。ですから19章1節から言いましょうね。いいですか。アポロがコリントにいた時のことである。パウロは内陸の地方を通ってエフェソに下ってきて、何人かの弟子に出会い、はい、皆さん、彼らに信仰に入った時、聖霊を受けましたかと言うと、彼らは、いいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんと言った。パウロが、それならどんなバプテスマを受けたのですかと言うと、ヨハネのバプテスマですと言った。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようなと、神について、人々はこれを聞いて、主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロは彼らの上に手を置くと、聖霊が下り、その人たちが異言を話したり、予言をしたりした。この人たちは皆で12人ほどであった。アーメン。もう読みますか。じゃあ皆さん先読んでください。はい。アポロがコリントにいた時のことである。パウロは内陸の地方を通ってエフェソに下ってきて、何人かの弟子に出会いですね。彼らに信仰に入った時、聖霊を受けましたかというと、彼らは、いいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんと言った。パウロは、それならどんな説得説の受け方ですかと言うと、ヨハネのバプテスマですと言った。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信ずるようにと神に告げて、悔い改めのバプテスマを授けたのです。人々はこれを聞いて、主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロは彼らの上に手を置くと、聖霊が下り、その人たちが異言を話したり、予言をしたりした。この人たちは皆で12人ほどであった。はい、アーメン。アーメン。このところはね、もうこの前も言いました、多くの問題を抱えておりましてね、もう順番に聖書を勉強して説教してますけどね、説教の仕方もいろいろあるんですよ。神様にお祈りしてね、今度の日曜日はどんな話をしたい、説教したらよろしいでしょうかって神様にお話してね、それで神様が、ここから話しなさい、こんな話をしなさいとかね、なんか言われる場合もあって、それで教えればいいですか、説教をするという人も先生もおっですけどね、まあ、私の場合は聖書を順番にね学んでいこうということを思いしております。それで、聖書、今日はこのところになったんですけどね、これ2回目という、2回目の、で2回に分けて考えなきゃいかん、まあ、大問題のところなんでね、
で、まあ、難しいところが結構あってですね、何のこっちゃるなということでね、もう眠いと、ね、いう方もおられるかもしれませんがね、まあ、話聞いてると眠くなると。もうたわいさえ眠るのにね、もっと難しい話されたらもっと分からへんみたいな感じでね、眠気をさらに誘うという、ね、いうところかもしれませんけどね、これは非常に大事なところなんでね。で、その、まあ、ある方はね、あなたは今日は集会に来てくださいって話しますとね、キリスト教の集会だよ、分からへんわってね、難しい、ね。キリスト教の集会は難しいということでね、もう来られない方もおられるんです。いやね、本当はね、キリスト教の集会とはね、信仰というのは、ね、難しいもんじゃないんです。全然難しくない。他のそのなんか、いろんな信仰宗教なんか、他のいろいろややこしいのあるでしょ、いろんな宗教がね。そういうのがやっぱり難しいんです。本当はキリスト教が一番優しいんです。分かりやすいんです。ところがね、素直に取らないからね。あるいは日本の文化の中にあんまり馴染んでないみたいなところがあるからですね、難しいと感じてしまうんですよね。ところが他の宗教はね、しょうもないことはね、いや、わざと難しく考えてしまう。それで訳が分からなくなってしまっているなとかあってね。それの方が問題なんですけどね。本当はもっと素直にものを考えたらいいんですが、でも難しいところではないんです。ね。で、素直ってどういうことか。イエス様が私たちを救ってください。ね。イエス様を素直に信じたら救われますよ、ということですから。ね。でじゃあ、イエス様は神様ですか、そうではない。そういう意味じゃなくて、神様のところに連れて行ってくださるたった一人の方なんだということですよね。それが聖書全部に書いてあることなんです。ところが、もういろ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 難しい考え人がおってね、もう簡単に分かっていることを、わざと難しく考えてしまうところで、2000年も歴史があってね、で聖書とは違うような話を考えてしまったりするのが、まあ、いろいろあるんです。ね、それで、まあ、このお前見たかな、大阪の釜ヶ崎でね、もう前から一緒に伝道してる兄弟がね、安田君という兄弟とね、大論争したことあるんですけどね。で、大論争してもね、別に喧嘩ばかりしたわけじゃないんだけど、また時々彼のところに行きますけど、その奥さんがこの教会に生まれたね、知恵ちゃんなんだからね、ですから余計ね、また行かない、いろいろ話しなきゃならない、インドに行った時は通訳をしてもらわなきゃならない、ね、彼はイギリスに13年おられましたんでね、で、日本語と英語、両方とも分かる方で、インドは英語だからね、インドは英語圏に行っても英語をじゃあ喋ったら普通の人が分かるかいとは分からないんですよ。けどね、公式の言葉はね英語なんです。というのはあんまりたくさんがね言葉があって、人口十何億おりますからね、それからあっちこっちといろんなこの人がいますから、日本へたってね、あちこち方言が昔あったようにね、いっぱい方言があってね、お互いに通じないから、もうみんなどこの人たっても通用する言葉として英語を、まあ公式の言葉として、そして使ってるわけだからね、それで通訳してくださって、で、またそれを通訳するということでね、まあ、二段通訳、三段通訳だったりしてね、集会をしたりすることもありますのでね、まあ、安田君にお願いすることも結構あるんですけど、まあ、そんなんで、いろいろ論争する中でね、聖書で書かれていることと、ね、それから普通の奥の教会で信じられていることがずれがあるんですよ。ね、ずれというものについてはね、まあ、あんまりここで言ってもね、それは専門的な話になりますからね、もう言わんといてくれということになりますのでね、まあ、言いませんし、分かりにくいですからね。大事なことは何か言うとね、イエス様の名前によって救われるということ、イエスの名によって救われるということはどういうことかというと、イエス様 の名前で神様のもとに行けるということですよね。
だからイエス様は神様だーというふうに思ってしまう人がおってるんです。そういう意味ではないんです。というのはなぜかというとね、聖書に出てくる神様というのは恐ろしい神様なんですよ。大全知全能だって、宇宙大自然を作られた神様ですからね。この宇宙大自然を全部作られた神様ですから、でそれが目の前のイエス様というね、たった一人の人間の中にね、もおられるんですけどね、そのイエス様自身は神様、大宇宙を作られた神様、そのお方であるというのではなくて、その方の霊を宿す方としてね、その方の代表としているか、この方を見たらその神様が分かる、この方の言葉を教えを聞いたら神様のことが分かるということで、イエス様が来られたということなんですよね。でそういうことで話ややこしい、これややこしいと感じる人と分かりやすいと感じる人とちょっと分かるかもしれませんけどね。だってあまりにも偉大な方なんだから、ね、私たち人間には分からない、ね、だその中間的に取り付いてくださるって、この方をと出会えば神様と出会ったことになる、ね、この方と話した神様のことが分かる、この方を見たら神様を見たんだということね。神様自身じゃないということですよ、ね、そういうことなんですよ。ところがその間にもいろいろなおかしなことを言うしてて、その説のね中でね、もう訳が分からなくなって人がいっぱいおってるんですけどね、まあそんな難しいことじゃないんですよ。イエス様が私たちと神様の間を取り持ってくださってるということですからね。それで洗礼の問題、この前話しましたね。洗礼はイエス様の名前でしなければ洗礼にならないね、いう問題話しましたね。それについてもね、イエス様の名前以外にやったらそれは無効かという問題はまた考えないかもわけやな。それ向こうまで言うとね、もうちょっとお前の話は痛いやとね、もうその教会行くなと言われてしまうところなんですけどね。でまあまあその無効か無効でないかという問題まで行くと、まあここでは語るべきことではないのでね、言いませんがね、まあ、そういう問題があるということなんです。だってイエス様の名前によって洗礼を受けよって書いてあったからね。ここの場合は違うヨハネさんの名前を受け取ったわけやから、だからもっぺん受け直したって言うんでしょ。だからイエス様の教会はその実はイエス様の名前でやってへんよ、ね、イエス様の名前って別の名前でやってる、ね、だから大問題だ、ね、え先生それは言って私の洗礼どうやったんですかってね、まあ頭分からないかなこれと思いますけどね。私たちの教会はイエス様の名前で、主イエスの名前でします。じゃ聖書に書いてある通りです。聖書を全部読んだらね、イエス主イエスの名でしなさい、全部主イエス様の名前でしてますね。だからその通り、聖書の通りです。すべて聖書の通り信じる、ね、これが私の信仰です。ところがね、西洋にキリスト教の歴史2000年あるからね。で2000年あったらいろいろあるわね。それで世界中に広がってる。で世界中に広がるということはね、もう世界中にもういろんな人がおるわけやからね。でいろんな文化、文明があるわけやから。よその国に行ったらびっくりするわ。もうこんな人たちがおるのかと思う。まあ昨日お風呂入ったけどね。世界中の人たちみんな風呂入ると思うよ。風呂なんか全然入れへんけど、一歩ってね、いいと思わへんけどね。じゃあどないすんねん、臭いじゃねえかっていうね、臭いですそのあたりね、ね、もうええってね、まあほんまにもう訳の分からん人が一歩ってだからもう考え方が全然違うというね。なんでこんな方か、ようそんな感じがするんだと思うよね。まあ、そんなところがあって、ね、そんな話できないからね、やめたけどね。まあ、そこまでね、もう人間が違ってくるんだけど、まあ、そこはだからって違いばかりじゃないよ。人間やから同じ人間と考えてもいいんですわけですけどね。とにかくいろんな人たちがおってのは、ちょっともう人かな。まあ、そんなこと言ったらできないから、まあ、大事なことは、イエス様によって全ての人が救いに入る。神様のことそこに入るということは神様と出会えるということだからね。神様と出会ったら救われるわけだからね。
神様と出会わなかったら救われませんからね。わかりますね。まあ、そのようなところはね、もう何が神様かわからないとかね、まあ、いろんな人もあるんですけどね、まあ、そんなの見た記念からやめておきますけどね、まあ、そんなんで、まずバブテスマ洗礼のことをこのように話しましたね。今度は、聖霊を受けましたかという問題ね。洗礼の話、バブテスマの話をする、そのことが、なんで問題になったかというと、聖霊が働くかどうかが問題とかかっているわけですね。だから、聖霊を受けましたかという質問に対する答えが出てくるね。あなたは信仰に入った時、聖霊を受けましたかと見せてみてでしょ。え、聖霊、いや、イエス様のことは知ってるけど、聖霊って何ですかね。そしたら、いや、父なる神様がおられて、イエス様がおられて、聖霊様がいう神様がおられるんです。それであなたは聖霊様がいう神様死にとってですかっていうのね、ことを尋ねているように問題にしているように思う人がいますけど、そんな意味ではありませんね。それをもう何年かもわけわからない人はね、もう病むほどですからね。でそういう時にね、まあ、あのね、学校の先生とかね、実は学校の先生でも特に大学の先生になったらね、もう勉強ものすごくできる人ですね、賢い人たちです。いつも満点、試験いつも満点ね、そういう人に比べてね、いつも点30点ね、時に0点なったらね、もういっぺんに爆発されてはね、どっちが偉いですか。それは100点取る人も偉いの決まった。いつも0点とか30点はね、アホだってなね、ね、いっぺんに思われてますわな。それから、あなた学校どこで立ったんですかね。いやー、中学校しか出てません。いやー、それもまたあんまりね、ちゃんと通いませんでしたなんてね。ね、ね、まあ、もう、あの、年が来たから、まあまあ、卒業の時期が来たから、まあ、自動的に卒業にさせてもらったんですけどね。だけど中身は全然ございませんというね。肩を折ってやると思いますよ。ね。そしたら私はもうダメなんだと、ね、もう何にもできへんんだと、勉強できへんんだと、でものすごい強烈な劣等感を持ってずっと過ごしとったのに、その山ほどってのはな、何も関係ないからね。わかります。いや、ちょっと今ある人に手紙か、手紙的なこと書いてた、メール送ってたんやけどね、そのある、もう今来てないけどね、ある学校の先生がね、あの社会科の中学校の先生だったんだけど、来ておられたんですけどね、でその方はものすごい本読んでる人です。非常に知識のある方です。それで彼は、ま、めちゃくちゃ本持ってたからね、もう彼の本で私の欲しい本が全部あるね。それでそれもろてね、全部読んでたけどね、難しい本ばっかしね、社会科の先生だったからね、もうこの世のこといっぱいね、政治、宗教ね、哲学、思想ね、もうありとあらゆる本を読んだ先生。私の本当に欲しいと思う本、みんなあんねん。ね、全部読ませてもらって、もう本当にありがたかったんですけどね、もう本体全然いらなかったんですけどね。まあそういうね、あの先生だったけどね、だから知識の教養のあふれた人ですよ。ね、だけど彼の関心はね、まず、その人はどこの大学出たのかというね、でどんなあの教養の持ち主かというような感じでね、もういっぺんに学歴でね、あの判断されるみたいで、それでもうそのしょうもない学校出るって言ったら一発バカにして読まへんという感じでね、まあ、そんなところで物事を判断される方みたいでした、ね。まあ、それは学校の先生が知らないかもしれないけどね、自分は学校で教えてるわけだからね。だけど僕は実におかしな考えだと思う、ね、というのはね、僕のじいちゃんがね、学校の先生だったよ、ね。で、私の小学校の先生だったんだけどね、僕のじいちゃんが言ってた。ね、お前な、人を学歴で判断したらあかんで、ね。
人はどんな勉強しとったとかね、どこ出たとかね、そんなことでね、人間を決めてはいけませんよって言ってくる、言ってた。そういうおじいちゃんやった。それから、同じことをね、渡辺正一氏ね、まあ、これもものすごい本会取っての人やけどね、上智大学のもう大学教授やったんだけど、もう定年で退職しとってのはずです、の年ですけどね、まあ、ものすごいたくさんの本を書いた、思想書ですよ、思想的な本ね。その彼が書いてることでね、田舎の山の中のばあちゃん、ね、もう何も知れへん、無学なんかばあちゃん、まあ、実はこのようなことを一番よく知っとるって、ね、人生とは何か、ね、一番よく知ってる人はこういうふうに生きていくべきだ、一番よく知ってる田舎のばあちゃん言ってね、書いてんね、無学は本の中にどうって何にも知れへん、ね、それは最も賢いっちゃうわけ、ね、実は自分のお母さんと言って、ね、これ何だと思いますか、ね、まあ彼のお母さんは山形県 の山の中に住む時の人やけどね、まあ、大体分かる、山形県、私ちょこっと車でダーッと走ったことあるからね。それで今から40年ほど前にね、山形県の小国町とかなんかいうところに行くとね、まだこれわし、これどこにおんねん、江戸時代だってね、そんな生活をねしてるところがあります。ええー、と思いながら渡るよね。まあそんなところで通ってね、北帰ってったことありますけど、まあ、そういうのでね、まあ勉強をしてないとかね、まあ何も本を読んでも読んでるない、そんな何もね分かってないとかね、まあ何も関係ないからね、別に真面目に普通に生活してれば、この人生とはどういうものか分かってくるんです。でそのことがまた一番大切なんです。え、わかります？それで変にね、もういっぱい本を読んでくるとね、そのなんか偏ってくるんだな。え、で一番偏ってくるのはどういうことかというとね、まあ、物事をその抽象化してくる。わかります？あれ考えるだけになってまうの。あるいは本を読むだけ、知るだけになっちゃうね。知識ばっかり考える。ほら、本当に実際にやってみると全然違う、ね、やってみる、生活するということはものすごく大事だよね。そうでしょ、いろいろこの学問とか本に変えたら、いろいろ変えたらですよ、いろいろ。そのことをやってみると全然違うというのね、もうめっちゃあるわけよ。だからそういう違いというものが、その学校の勉強ばかりしてたら分からなくなってしまうのがあるんだな。まあそんな話でね、そこから分かってくるわけだ。聖書を読んでるとね、分かった気になるんやけどね、聖書を読んで実際にその通りかどうか、ね、自分はやってみる、ね、だからお祈りするんですよ、ね、聖書を読んでお祈りをする、一生懸命お祈りするんですよ、一生懸命歌う、ね、みんなと一緒にやって歌う、これものすごく大事なことですからね。それでその中に雰囲気の中に溶け込む、ね、信仰生活という、やっぱり祈りの生活、聖書を普段から読む、何度も何度も読む、ね、そしてその通り神様と交わる、神様と話をする、そしたら神様がいろいろと教えてくださるんです。でふっと悟りになってくるっていうかな、そういうことはものすごく大事ですからね。でここに書いてあるのはね、あの時おでんな3分ね、あとね、まだだいぶ喋れるな。いや、あんまり長く喋れてね、もう先生、聞き飽きました、ね。もうわし帰りますわ、言って、だから俺がしたんでね、もう聞き飽きたっていうか、もう最初からもう難しすぎて、わけやんからって言ったんですね。まあね、なかなかいろいろ考えないからね、調子に乗ってるとね、私自身、勝手にエッチに行っちゃってね。先生だけ分かってて、私は何にも分かれへんってなってしまったらまずいんでね、ね、龍子ちゃんでも分かる話にね、何があるのかと思いますけどね、誰でも分かる話ね、それが大事、ね、そうでしょ、なんか一人、もう学問、学者しか分からんような世界に入ってしまうとね、これは僕一人の説教や資格ね、もう本当に、単純な分かりやすい話をしなきゃならないということだと思います、ね、単純な分かりやすい話ということになったらね、下手するとね、幼稚な話になるというね、幼稚そういう意味ではないんですよ、ね、
幼稚な話するとね、あのね、幼稚な人に対して幼稚な話するとね、そうやったら先生の話、アホらしすぎるって言われますからね。ちょっとね、クラスになることね、話してっていうなりますからね。幼稚とね、分かりやすい話ってまただいぶ違いますからね。で、ここでね、信仰に入ったときに、あなたは聖霊を受けましたか言われたときにね、聖霊を信じましたか言ってんじゃないよ。でそのようなところをごちゃ混ぜしょって人もいる。イエス様を救い主として洗礼を受ける、ね、そしたら聖霊が下る、そう言ってるんですよ。聖霊様を信じたら聖霊を受けるんではありませんよ、ね、でそのようなところね、いろいろ難しい神学者なんか読んでるとね、もうわけわからないでポッてね、そんなこと書いたらいいんじゃないってね、聖霊を信じるかどうかって、そんなことどこに書いてあるんでしょう。聖霊を信じてないかというと、ね、神様の霊、神様の霊は清いですから、清い霊という意味でね、聖霊と書いてあるね、神の霊という言葉もあります、ね、同じところをね、聖書読んでるとね、聖霊については神の霊という言葉もあるし、ただ単に霊という言葉もあります。そのぐらいもう 聖霊について3つぐらいの表現がありますから、ね、あるいは場合によってはそれを比喩的に言ってね、生きという言い方したりね、あの油と言ったりね、それから鳩と、ね、言ったりね、こう象徴的に言う場合もある、水、ね、空気ね、そういう言葉として聖書で言われてる時あります。まあ、風いうのもあるな。そんなんで、神様の霊をね、そういうふうにこう言い換えてるところがありますけどね、それをちゃんと理解して読んでくださいね。で、聖霊様というのを信じたら聖霊様というわけじゃないよ。ね、そんな意味じゃないね。イエス様は救い主として、洗礼を受ける。そしたら聖霊を下るの普通はね。ところが場合によって聖霊が下らない人がおって、ね、祈ることが必要な場合もあるわけです。それはルカによる福音書と他の福音、マタイによる福音書とは違うわけどね。でしっかり調べたら分かります。洗礼を受けた後に祈ったら聖霊が下りましたと書いてあったことをね、もういろいろなくても聖霊が下ったというふうに完全に読めるということはね、まあ、そんなんでルカによる福音書っていうのはね、ルカさんっていうのはね、お医者さんやったからしっかり物事を見てたみたいだから、その後に祈りましたと書いてあるね。でそれで下ったと。だからしょっちゅう祈りがという言葉が他の福音書では抜いてあるところ、ルカによる福音書は祈りましたから下ったんですよ、祈りましたから治ったんですよ、いうことがね、言い方がしょっちゅうしてあります。でも同じところでもね、マタイによる福音書はね、もう自動的にもう祈らんでももう自動的に下ったみたいな書いてあるところが多いですけどね。でそういうところもしっかり読んでいくんですよね。そしたらそれぞれのね、4人の方がイエス様について書いてるでしょ、ね、それぞれのちょっとずつその個性が出てきてるわけ、ね、もう人間4人持ったら4人とも違いますからね。わかるでしょ。同じイエス様を見ても違う風に見てるわけやな。みんな同じように見てるはずないからね。そうでしょ。まあ、そのこともね、まあ、ようわからん人ってね。だから一番わかりやすい例は、同じ人間を見た場合にね、ネズミが見たのと、ゾウが見たのと、絶対違う風に見てるはずやというね、ことを言うんです。ネズミは人間見たら、ごっついなぁ、ぐらいね。ゾウは人間を見たら、ちっちゃいなぁ、思うでしょ。これ分かりやすい例えでよるんですよ。
それ何ですか、何かというと、自分が要するに物差しなんですよ。自分を基準にして、小さい動物は大きいもん、同じ人間を見ても、あら、人間大きいなぁ、思うよね。象は自分を基準にして、自分のこのでっかいか、ね、体格から、あ、人間って小さいなぁ、ね。見るということね。これ物事全部そういう方にしとるんだということをこれ悟ってくださいね。だから多くの人はこれがわからないね。で、自分が見とるようにみんな見とるように思ってるわけや。自分が、まあ、あるいはね、自分が人生ね、辛いこといっぱいあったらね、それで今があるとなったらね、もうみんな辛い体験してきて、みんなそのように自分が考えたように物事をこう辛いところを通ってきたらね、みんな辛くね、暗いとこ通ったら暗いな、見とるな、思うしね。逆にな、あんまり辛くなくて、楽しく、楽に済ませてきた人はね、もう楽観的に物事はもうみんな見るし、そう思うと、ね。みんな見るしと思うんでね。その人だけが思ってね。その人が思ってるとみんな同じように思うわけ、自分自身。自分が体験したと同じように見てるとみんなね、みんな思うわけな。それわかるでしょ？ね。まあね、いろいろひどい目にあってもね、合わされてもね、まあ脳天気でね、ねそれ人もおってですね、全然感じなくてね、もうひどい目に合わされててもね、もう平気な人おってですけどね、でちょっと辛いことがあったらものすごくそれを辛く考える人もおってですけどね、で私ほど辛い人生歩んできた人がないってみたいにね、辛抱してきた人ないなってみたいにね、ものすごくこう否定的でね、消極的というかどうなの、同じことでも暗く考えそうってね、これどんな日でも合わされてるかね、何も大丈夫や、もういつも明るくね過ごす不思議な人もです、ね、だけどその人と同じようにみんなが考えてると思ったら大昔だよね。みんな違うんですよ。みんな違う方に考えとってやな。もうそれぞれ全然違う。それはね、いろいろね、何でそんなこと言えるかというと、いろいろ面談するというか、話するじゃないですか。ね。そしたらわかるね。まあ僕なんかも、まあ、伝道始めた時にね、もう法殿来て、キリスト教の伝道始めてが32年、3年なのか、ね、なりますけどね、一軒一軒、こんにちは、こんにちはって叩いてね、イエス様の話聞いてくださいということでね、周りを話するしまわるわな、だ物見の塔みたいに回るわけね。私はものすごく、どういうの、対人恐怖症、ね、人を見ると怖かった。ちゃんと読むものよ。そんな対人恐怖症みたいな人がね、一軒一軒回ってね、伝道する。怖い。ね。人の顔を見るのは怖い。何を言われるか分からへん。ね。いっぺん言うたれと思ってね、一軒一軒訪問すると。で、優しそうなね、若い、可愛い女の子が出たらね、話しやすいんだけどね。ものすごいおっさんがね、怖いおっさんがね、何だい言われてね、何しようかって言ったらね、いろいろね、もう何しに来たんじゃって言うのね、気づくよ、何もやばい、帰れって言われてね、いろんなとこですよね、そういうのね、まあ、ああいうのね、見てたらね、ものすごい男の人たちは偉いなと思うわ、ね。誰に何も言われんわね、一軒一軒回ってね、物を言うというのは、まっすぐかわいいなと思う。それでね、いろいろ分かったね。あれでどんな病気も治る。まず精神的な病気一遍治る。いや、あんなんしょったら、まあ治るわ。一軒一軒訪問するんですよ。で、ボロかと言われる。ね。何しに来たんだ、あおか、あばおかって言われるね。違いかっていうね、言われるでしょ。そんなのもずっと聞かれたらね、精神的な病気一遍治るって。
ね、ものすごくあれわけ。それでね、あの物の問というのはね、あの考え方が合ってると思うわけよ。自分の問題が解決したからね、私は救われた、治ったね、思うでしょ。そうじゃないの、ああいうふうにしたことがで治ってるね。その教えが正しいからじゃないね。その辺のところを勘違いしてる人が山ほどって、その教えが正しいからじゃない、何も関係ない、教えは間違ってるね。そうやそうやなって、その人一軒一軒回ってね、みんなにバカにされ、アホンされて、くっきり合いだったんされてね、それで治るってことが人間にあんのね。ところがそれを一つもしない人は病気の上に病気になる。もうそれは明らかなね。わかります？もう人間はね、精神的に鍛えられなかったらダメなの。徹底的に鍛えられる、叩かれるね、これわかります？そしたら治る、ね、でそういう問題が山ほどあるんです。まあ、ここでね、全然今日は言おうとすると違うこと言いましたけどね。ね。まあ、そういうね、不思議なことがあるんでね、言ったわけだけどね、これ前はもう何回も言うけどね。ね。わかりますか？ね。それで今日の話はね、もうだいぶ違うところに、それでもね、聖霊を受けるという問題なんですけどね。聖霊は神様の霊やからね、聖霊様いう霊やねということを言うとかないから。これ何か言うとね、人が死んだ時にね、霊になるでしょ。だからもう8月15日になったらね、全国戦没者の霊っていうね、立てて、菊の花いっぱい備えて、天皇陛下が武道館かどっかでやるでしょ、お祈りしょってでしょ。全国戦没者の慰霊の集いとかなんかいう感じでね、あれはその霊がその人の戦死した兵隊のね、そういった一人の霊はその人だということを言ってるでしょ。ね、霊いうその人の戦没者の霊いう霊があるわけじゃなくて、戦没戦死された人たちの兵隊さんの一人一人の霊というものを、まあ、慰霊するというかな、それでそういうことをしておるということですよね。それはその人と違う霊というものがおるんじゃないよ、それはその人自身なんだよね。だから聖霊という、聖書で出てくる聖霊というのは神様ご自身なんですよ、ね、だから聖霊という別の神様持ってるわけじゃないよ。ところがわけのわからない人はね、聖霊様いう神様ってなんか思うとってましたね。まあそんなんで、神様を信じたら、まあ、信じる前から聖霊が働かれるんですけどね、聖霊が働かれなかったら神様をまず信じようという気が起こらんね。あるいは教会に来る気がしないね。けど聖霊の導きがあればね、もう自然と教会に来てるということがいっぱいあるわけですよね。神様の霊の導きでみんな聖霊教会に来るんですね。けどそれ聖霊を受けたいうことじゃん。信仰を信ずるためには聖霊が必要し、導かれるためには聖霊が働かれます。けどそれは外側から神様が働いておられるのであってね、聖霊は私の中に入ってくださらなかったら、ね、聖霊を受けたということにならない、ね、聖霊を受けるといろんな賜物がいただける、いろんな賜物もいろいろ、伝道する賜物、奉仕する賜物、人をなんか愛せる賜物ね、なんか心のところが聖書を書いてある、予言を語る、異言を語る、病気を治す力を与える、さまざまな教師を頼む、さまざまなことが分かるため、いろいろね、みんな神様の霊をもらうわけやからね、神様が持っておられるいろんなものをいただくわけだ。だから
まあ、それぞれ、ね、違う人によって違うんですけども、なんかね、特別に他の人にない不思議な力をいただくんです、ね、私はまあいただいたのは聖書が分かるためです。もうそれははっきり分かる。私は聖霊を受けた時に、なんじゃこの聖書、わしは書いたんや、分かるわこれ、何やこれ、このことこれこれって全部分かる。いや、その意味であまり言うたら、先生ちょっと調子に乗りすぎて傲慢になってますね言われてしまいそうですけどねまあそうならないように気付けますけどね。いや、何だか知らんけどね、これ、これこういうこと言ってんよ、こういうこと言ってんよ、分かんない、ね、先生どこで勉強しちゃったんですか、そんなこと分かったら、よっぽど偉いところに勉強をされて、ね、元のギリシャ語とかヘブライ語とかよう分かるんでしょう。いえ、そんなもんさっぱり分かりませんよね。ね、そんなことは分かりませんね。どこの大学だったんですか通信教育ですね。日本大学通信教育。え、もうアホと言われる本金感の今度ね、ね、ですよね。もうそんなもんね、もう軽蔑の対象ですからね。もう、いやいや、もうそれ学歴で言われたらアウトっていうところですけどね。まあ、そんなん関係ないんだけどね。だから多くの人はもうそうやって判断される。それから、ここに書いてありますが、因縁を語るということはね。これね、もうこの間ある兄弟がね、もう電話してくださって、久しぶりに電話くださってね、もう、ま、もう笑いながら電話してくるね。因縁を語る。ね。もう半分アホにしてる。バカにしてる。ね。だからその因縁を語るということについてはね、あのね、これアホにみたいに見えんねん。ね。あるいは、狂ってるように見えんねん。ね。それから、新興宗教みたいに見えんねん。キリスト教というのは、そんじゃそこらのおかしな新興宗教の大神屋の宗教とはジャンプする。ね。絶対ジャンプと思ってやろう。みんな思ってね。ね。ところが私はこれが問題だと思った。そうじゃねえ。それを超えてる。ね。そこらそこらの大神屋の信仰宗教を超えたところであって、本当のところはもっと徹底した大神屋なんだという徹底した怪しげな宗教なんだというところで徹底な徹底なあかんなと思った。だからそういうところをもとって十分正しい、そこがないからおかしい。かえってね、この信仰についてね、キリスト教の信仰についてね、なんかお嬢さんのね、なんかもうどないの、なんか綺麗事で終わってるみたいな、なんか、どれだかな、まあ、セレブの、あのお金持ちのお嬢さんのね、あるいは学者先生のね、ね、学問の世界にね、閉じこもった、なんかこう、鼻を高々するようなね、まあそういう世界、天狗になっているような世界のように、それがキリスト教やと思ってる人が多い。まあ、山の手 の, あのお金持ちの その世界の人たちが信じる宗教、ね、だから一般庶民が信じる宗教ではないってね、まあ、そういう発想がもともとあるんで、ほら、だから神戸で言えばね、もう阪急沿線に ね住んでるような、ね、人たちが信じる宗教、ね、もう阪神電車みたいな乗るような人たちがね、信じる宗教がジャッジのね、ね、わかります意味、ね、まあ阪急電車、阪神電車、乗ったことある？あんまり乗ったことないんで、もう、あと、国電車、JR しか乗ったことない。それみんなちょっとずつ違うよ、ね、そんな違いなんか分からへんっていう人もお手ですかもしれないけどね。大体乗ってる層が違うな。もう雰囲気からして違う。ね、もうそんな本書いたら面白いけど、ね、書いた本が当たった、当たりだったように思うけどな。まあそんなんで、まあ住んでる人たちがね、最初から、もうランク付けしてね、キリスト教というものと違うと聞いただけでもね、なんか、お上品な人たちの信じる、ね、信仰のように思うでしょ。そかんかや天理教やなんか言ったらね、なんかこう、ね、
まあ、あんまり柄のようなね、ね、まあ、あんまり賢くないのね、その人たちのね、どっちかというと貧しい人たちのね、信ずる宗教みたいにね、なんかそういうふうに信ずるものによってもこうランク付けてるとか、もう最初から分けてしまってるようなところあるじゃないですか。そんな言うたら失礼かな、ね、そういうところに人間あるわけですよ。まあ、日本の場合はね、あんまりそんな言わへんしね、そんな風なところはあんまりないと言ったらないんだけど、よその国に行くともうむっちゃそれはっきりしてる。もう同じキリスト教の中でもね、もうお金持ちの行くところ、しかも賢いとされる人たちの行くところね、それから柄の悪い人の行くところね、であるいはそのね、もう貧しい人たちの行くところとね、もう黒人の人たちの行くところとね、もうはっきり教会で分かれてる。だし、ね、私はまあ行ったことないけど、そういう、そのようにもう教会によってもうさ、もう完全に分かれてしまってるらしいけどね。でそういうね、分けたらいかねえけどね、そういうふうになってるのが自然はそうなっちゃって、その実際はなっていう現実があるみたいだけどね。でそういうのでね、私たちの信仰はそんなことになったらいかねえけどね、そんなんで分けてもしょうがない。本当のところはね、そんなことじゃなくてね、まあ、今そんなんで全然違う話もしましたけど、ね、要は聖書に書いてある通りを信じる、ね、そして聖霊を受けた結果として予言を語る、あるいは予言をする。予言と予言の違いはね、予言の場合は外国の言葉を語ってる、あるいは天使の言葉を語ってる、要は意味がわからないわけなの、ね、予言の場合は意味がわかるんです。でその人が予言です、先のことを言うっていう意味もありますけど、それだけじゃなくて過去のことについての神様がどう言われるか、今のことについても神様がどう言っておられるかという意味もあるからね。でだし将来のことについてこういうことが起きますという意味もあります。いろんな意味もありますからね。神様の言葉を預かってるということですからね。でそういう予言の場合やったらまあ分かるからね、あんまり軽蔑する人もいないけども、予言を語るという場合はもう最初からのけからね、バカにすると思ってね、狂ってるみたいな、頭おかしいね、それからなんとなく雰囲気的にね、レベルが低いというようなね感じがするね。だから余計みんなの中では語らないというか、語りたくないというね雰囲気があるわけです、ね、だけど私はそれは本物やと思う。私は人間を語るということはね、あ、これは神様の知恵だと思います。人間が、ね、傲慢になるとこれは受け入れられない。でそういうようなところが、ね、今言ったようにやっぱり多分にあるわけですよ。酔っ払ってんじゃんかとかね、聖書のあるでしょ、朝からあなたたち酔っ払ってる人を呼んで、初めて聖霊が初めて来た時にね、わけのわからん人は朝から酔っ払ってんじゃん、酒飲みがね。でそんな人ね、いつも金曜日行く鎌ヶ崎、大阪の鎌ヶ崎におってですよ、もう朝から酔っ払ってる、昼間から酔っ払ってる人、もう夜はもちろん酔っ払うからね、ね、その人は一発で、その人たちがね、一人ごと言って、ね、うだうだうだ、わけだわけだって言って、おってですよ、一人わめくなって、ね、そういう人はおってですけどね、まあ、あそこと同じじゃないって、ね、思われてしまうとね、威厳を語ることについてはね、ものすごい抵抗を感じる人もおってですけどね。それが神様の知恵だと。だからその辺のところね、神様がくださる意見についてはそのまんま語る。そしてそれが何か、人がどう思われるのが神様がくださったものだから感謝する。そしてそれを語る。そうするといよいよ聖霊に満たされる。わけがわからんから、何かしらなぜ出てくるんだろうとね。でも、でーいのに、そしたらもういよいよ聖霊も出てきてね、いよいよ聖霊に満たされる。神様の霊に満たされた。そしたら聖書のことがよくわかる。で聖書のことがよくわかったら世の中のことがよくわかる。で自分は何をしたらいいのか、どうしたらいいのか全部分かってきます。そしてこれからなんか希望が湧いてくるね。そうですよ、そういうになるんですよ。徹底的にそして祈ってくださいね。で聖霊を求めて祈ってください。神様の霊に満たされた神の宮として、聖霊の宮として私たちは建てられます。だからもう私のね、
私の個人のね、この大友優子の大友優子ね、大友優子、片上ね、美香美香ちゃんだっけ、まさか、片上明日香、片上明日香来たらどのようになった、じゃなくてね、もうそういう人じゃなくて、ね、もう神様が住んでおられる。イエス様です。私はもうイエス、ね、もう愚かな、もうどうにもならない人間じゃなくて、ね、イエス様です、ね。イエス様は愚かで、イエス様はどうにもならないってことはないわね。イエス様は何でもできる方です。イエス様は全知全能の神の子。なんですから、その霊をもらってるわけですからね。もう、まあ、これから困った、何もできへん、そんなことは、ね、ありません、ね。だから精霊にまず満たされるっていうんですよね。そしたら、素晴らしい人生が見えてきます。神様が導いてくださいますからね。まず洗礼を受けて、精霊を受けて。それしましょうね。それで洗礼はペンテコスの日、聖霊が下られた日にね、この後ろでね、水を溜めて洗礼をつけますからね。それしましょう。その後聖霊が与えられるように祈りますからね。一つまだ洗礼を受けてない方はね、洗礼を受けましょう。それから聖霊をもらってない方はね、人間が出てこない方はね、人間が語られるようにね、しましょう。ね、それからもっと良かったら、予言ができたらいいかな。もう何でも神様は求めるものに応えてくださいますからね。感謝です。はい、お願いします。天皇お父様、聖霊を受けたのと、それに対して聞いたことはありませんと。ということで、洗礼を受け直し、また聖霊を求めて、祈ったところ、永遠と予言をかかった。ありがとうございました。まあ、これは同じく神様がくださる恵みです。仲間の霊に満たされて、みんな新しい人生を歩むことができるようにしてください。この恵みの言葉感謝し、イエス様の御名前にお祈りいたします。アーメン。